で、次ね、このボディもグループ化します。いいですか？ですね。まとめて、例えばね、手足も全部まとめて、ですね。頭のグループとボディのグループに分けます。で、これもね、さっきと同じようにね、セレクトした順序でグループ化しますね。例えば、左腕、シフト系で、右腕、次ボタンにしますか、ボタンをね。ボタン、1、2、3と。で、ボディ。で、次、左足、右足とね。こう、セレクトした順序にグループ化されますのでね。こうセレクトして、グループボタンを押しますね。エディット、グループ。グループすると、こういうふうになります。はい。グループ化するとね、必ず一番右側にこう移動するんですね。こうなります。なぜグループ化するかというと、これもね、まとめて体をね、こう横にこう揺らしたりしたいのでね。ですから、ちょうど、まあ、軸はこれでいいですね。軸はね、ちょうどね、これでいいですね。ちょうど今、足のところに軸がありますのでね。で、これも名前変えますね。これはボディと名前つけますね。ですから、これ一番上のグループ、ここですね。ボディと名前を変えます。クリックして、BODY、ここですね。それで、次にね、いいですか、今度はね、このグループ化した、ボディとね、グループ化した頭をまたグループにします。いいですか？今ね、ボディと、これニュートラルですね。これね。これをグループ化します。まずね、頭を先セレクトしますね。いいですか？このニュートラル、頭ですね。セレクトして、次、このシフトキーでボディセレクトします。こういうね。2つセレクトして、これをね、またグループ化します。で、グループ化すると、こうなります。こういうふうになります。グループ化ですね。一番上をセレクトすると、全体がセレクトされますね。このニュートラルというのは頭の方ですね。ボディというのは下の方ですね。こういうふうに。なぜこうグループ化したかというとね、こう全体をこう動かしたいのでね、全体を動かしたかったので、全体グループ化しています。で、これ一番上に名前書いてもいいですね。例えば、スノーマンとかね。まあ、オラフだったらオラフでもいいですよ。まあ、これちょっとオラフじゃないですけどね、これ、オラフみたいに作った人はね、名前を変えて、こういうふうになりますね。いいですか？これ、ダブルクリックするとね、こう折りたたみますね。またダブルクリックすると、この開きますね。で、さらにまたダブルクリックすると、開くんですね。ダブルクリックで閉じたり開いたりします。ね、あんまりいっぱいあって、ちょっとね、見づらい場合はね、こうダブルクリックでこういうふうに閉じたりします。いいですか？まあ、ここもね、名前変えるとですね、ちょっと、まあ、時間の関係で、まあ、腕だけ名前変えますか。これね、これアーム。あ、でも一応名前変えますか。これね、アームのレフトですね。で、これはアームのライトですね。でも変えますか。アームのライトと。ボタン1、2と、3と。お腹でもいいですよ。はい。で、これはレッグのレフト。はい。